皆さんこんにちは、タロット使いのイマンです。ご視聴くださり本当にどうもありがとうございます。今日は復縁したいお相手の心の動きを、見てみたいと思います。使用するカードはこちらのハートオラクルカードと、私がいつも占いをしておりますマルセイユタロット、そしてロマンスエンジェルスのカードです。でこちらにございます天使のメッセージのカードを引きまして、3択ご用意しております。 A にはこちらのエネルギーが出ました。 B には光です。本当に光入ってますねで C には成長です。はい、では何か気になるもの、ピンとくるもの、お好きなものございましたらお選びくださいませ。 A のエネルギーのカードから開いてまいります。こちらのロマンスエンジェルスは最後に引こうと思います。開こうと思います。こちらは全部いっぺんに行きますね。はい、時間軸で引いておりまして、これが あなたとお別れしたような頃、そしてこちらが中間地点で、こちらが、今に一番近い部分ですね。そんな感じで開いております。と申しますのは、もう本当に10年前に別れた方もいらっしゃれば、1ヶ月前に別れた方もご覧くださっているかもしれないので、あなたにピンとくる時点と思ってくださればいいです。一番古いもの、中間、最近です。はい、では合わせて読んでまいります。こちらは紫の枠のカードで、スピリットのカードなんです。魂のカードです。それでなんか分かるような気がしますね。こちらね、このお別れした時点で、あなたの目にはお相手がどのように見えていたか、たとえどのように見えていたとしても、でご本人も自覚しているところではどう考えていようと、この頭の中ではどのようにその時考えていようとも、この方の魂がもうこの深いところにある潜在意識にある願いにアプローチしたということを伝えています。一生懸命伝えています。なのでこの方もこう自覚できていないところ、無意識のところで非常にこう大きな、こう大胆な行動に出ているんですよね。でもご本人はこの意識のあるところでは、分かってないです。そのことは分かってないです。別れだけを受け止めていると思うんですけれども、ただどうしても何か感じるものはあったと思うんです。というのは、この炎のようにね、もう明るくて熱くて力強いエネルギーなんですよね。でそれを使って、そのエネルギーを使って、このご自身の潜在意識にある本当の願いのようなものを叶えるために動いてるんですよ。成功のために動いたんです。それが別れになるんですけれども、それで何をこう、私はそれ成功のためっていうのは魂なので、魂の目的なので、成長のためなのかなとか、いろいろ予想はしますけれども、でね、この頃になってきますと、こちらね、またカードが精神のカードに変わってるんです。精神なんですよね。こちらスピリットだったんですけど、こちらが精神のカードに変わってまして、この時点になるときつくなってきてます。こちらでは魂のなんかこう、この熱いものにこう動かされるように動いているので、気づかなかったことが、この時点になったら、ここね、この光が私はなんかピンときたっていう、それに見えるんですよ。パッとライトがついたような。それが何にピンときたかというと、あなたをロスしてる時なんですよね。喪失感というか、あ、いなくなってるんだっていうことが改めて分かったというか、何か人間一生懸命してる時って気づかないことってありますよね。はっと我に返るとこうなっていたみたいな、なんかそんな状態になっている姿が見えます。なんかね、ここまではなんとなくこの魂、この人の魂で動いているものが、こちらへ来た時には、この方のちょっとお名前は存じ上げないので言えないですけれども、なんとか3の意識になってるんですね。そうするともうロスを感じてます。すごく寂しそうに見えます。で、最近に近づいてきたらこうなんですよ。第二チャクラが活性化されているんです。で第二チャクラというのは、もう私は欲するっていう言葉になってるんですけども、
感情とか欲望とか、あとセクシャリティと、創造性のチャクラなんです。なのでこの方の人生にまた再びその愛とか情熱というものを招き入れたくなっているんです。欲しています。でこちらに出ている世界の逆位置、これはこの恋は未完成であるって感じている証拠なんですよ。完成している、何はともあれ魂の目的で完成しているぐらいのことを思っていたらこう出るはずなので、これがこうなっている、これはもう完全に恋の場合ですと、もう永遠の恋とか、完全な恋とかそういう意味なんです。これがこう逆になってきているってなると、で欲しているを見ているんですよね。っていうことはもう本当に未完成、完成してないんだということを訴えてますね。こちらのロマンスエンジェル見てみますね。はい、Calling in your soulmate ですね。これね、ソウルメイトを呼び寄せてますよ。あなたはソウルメイトですね、この方の。ソウルメイトというのは一人とかそういう決まっているものではないんです。もう本当に十何人もいたりもするんですけれども、これが出るということはあなたはこの方のソウルメイトだし、今ね呼んでますよ、引き寄せてます。はい、そんな状態が見えます。はい、では A の方、今日はこれまでにしておきますね。はい、次 B の光をお選びくださった方のカード開いてまいります。ロマンスエンジェルは最後に開きますね。はい、では行きます。はい、こちらがあなたとお別れした頃かなと思って引いております。こちらはその中間地点ですね。でこれが最近でというふうに思って引いております。あなたのお相手に当てはめてちょっと期間読み取ってみてくださいね。お別れした頃、中間、そしてこれが最近です。はい、こちらはタロットカードでいうところの大アルカナで吊るされた男なんです。でもね、タイトルと違ってお顔はなんだか幸せそうでしょ。これ自分で好んで吊るされてる状態なので、なのでこんな風なんです。もうあなたとのお別れというものは、あえて自ら吊るされたって伝えてますね。怒ることに身を委ねたっていうふうに言ってます。でね、別れという行動は一見もうそれはね、たとえどのような方向でであれ、動いたわけなので、こう進めたようじゃないですか。もう別れるっていうのは行動なので、でもこの人にとってはこう進めたわけではないと、一歩引いたことでしたよって言ってます。でね、お別れしてからのしばらくはもう自分でも忍耐の時だっていうのも分かってるんです。で実際忍耐の時だったと思います。でも過去のこう自分で自ら吊るされながら過去の問題を振り返って、そして別の視点から、改めて見ています。この頃ですね。でこちらに移るんですけども、ファインドバランスなので、こちらね、それまでこちらでお付き合いしていたような頃には見えていなかったあなたの視点から見えるものっていうのがこの人に見えるようになった。要はあなたの視点で見れるようになったんですよね。いろいろ観察しただけあって、でとはいえですよ、ご自分の視点っていうのはもちろんありますよね。なのでその異なる視線、この方の、そのものの視点もからも見て、そして見れるようになったあなたの視点からも物事を見て、問題点だと思います、を見て、その2つの折り合いをねつけることはできないかなと、こう一生懸命バランスをとっている、そんな状態だったと思います。で最近なんですけれども、これがサドネス&アイソレーションなんですよね。これはね、もう精神的な悲しみと孤立です。でね、このカード見てると、もうまずはここを見たいんですよ。これ精神を表しているカードなんですけど、もうねここ悲しみと孤立ですよ。どう見てもこれまでにね、もうこの段階ででもだと思います、十分この人ね落胆して悲しんで喪失感を味わったっていうこと、もう十分味わったっていうことを教えてくれていますね。でもうね絶望だったと思います。絶望の中でこんな風に丸くね体を丸めて、
あの中に持っているものは執着なんですよ、うん、で執着を手放せない状態で、あのね、ご自分は研磨されたって言ってます。研磨って聞こえます、うん、成長したんですよね。研磨されたっていうふうに言ってますね、うん、でね、あのもう癒しに移ろうとしてます。こちら側です、うん、もう研磨されたので十分に、なのであの癒しに移ろうとしている。そこで神の家なんですよね。これはね、あの今日私どう読むかというと、試練の後人生が贈り物を与えるって、この人に、うん、もうね、あの辛いところこうあの鍛えただけあるって感じですよね。試練に耐えて、あのあなたの視点から物を見てとか、ね、そういうのを、まあ、辛いとこ本当にあの孤立も味わえば悲しみも味わって、執着を手放せないっていう苦しみも味わって、その試練のおかげで、まあ、贈り物をもらえましたって感じですかね、うん、典型を受けてるんですよ。あの神の教えとか導きみたいな、まあ、神の家なんです、うん、そんな風に感じますね。で、こちらのロマンスエンジェルスに聞いてますね。何が出ているのか、やばっと。ソウルメイト出てますよ。あ、これ見てください。Yes, this is your soulmate って書いてあります。ね、これ、あなたがソウルメイトだっていうことを言ってますね。うん、いいカードですね。まあ、ソウルメイトというのは、一人だけではないんです。まあ、それこそ柔軟に、絵の方にも同じことを申し上げたんですけども、絵の方も似たようなの出たんですよ。それで申し上げたんですけど、柔軟にいたりもするんですけども、まあ、言ってもでもそんなもんです。その全員に出会えるかもわからないです、根性で。なのでこれ、あなたがソウルメイトですっていうことを伝えてますね。ソウルメイトというのはやっぱりね、あの魂をこう鍛えてくれる相手なんですよね、うん、そんな感じです。ちょっと今日はとてもスピリチュアルな感じですねはい、では B の方以上にしておきます。次は C の成長を選びくださった方、開いてまいります。ロマンスエンジェルスは、最後に開いてみますね。ではいきます、はい。こちらがあなたとお別れした頃です。そしてこちらが中間地点、そしてこちらが最近に近い位置です。お、13聖地で出てますね、はい。で本当にいろいろな方が見てくださっておりますので、10年前に別れた方と1ヶ月前に別れた方とではこの中間地点とか変わってくると思うので、ご自分に当てはめてちょっと あの時かなって思っていただけたらと思います。お願いします。でこちらお別れした頃なんですけども、これね、強いカードなんです。タロットで言うところのダイアルカナの塔です、タワーです。でね、今日私これはこの見るたびやっぱ違う風に読めるんですけども、今日はこの方はね、この塔はご自分自身ですね、うん、この方どんな方だったのかな、なんかね伝わってくるのは、この方今までずっとそれまでご自分自身をよく愛せていなかった。でね、それが原因で他の人のことも愛していられるようでいて、本当には愛せていなかったっていうことが分かってますね、うん、ご自分のことが愛せないと、まあ、私たちもそうです。自分のことを愛せなければ本当の意味で人も愛せないんですよね、うん、なのでこの方そこに気がついたようですね。何かあったんですかね。でこれまでのずっと人生の中でですよ、うん、でね、もう本当にこの塔は一番最初にも申し上げましたが、ご自分自身だと思います、うん、そう感じますね。それをね、このお別れの時点でもう崩壊してます、バーンと。で瓦礫と化したこのご自分の過去のご自分の塔のようなものを、まあ、瓦礫になってるんですよ、もう崩壊したの でそれを見ているって感じです。なんかね、浮かんでくるのはインナーチャイルドとかトラウマとか、なんか心の傷のようなものをあったのかなって気がしますね、うん、どちらもあるのかな、どちらかなのかな、なんかね、それに改めて気がついて、うん、改めて気がついたというか分かっていたと思います。やっぱり、ね、感じていたというか、でも触れないようにしてきた今までは、心の傷というものに。それにね、あなたとこのお別れして崩壊した時点でなんかね、治療する勇気を持ったっていうふうに例えていいかな、うん、
なんかね、自分が、治るとも思ってないし、治せるとも思っていなかった傷、だからもうあえて放置してあったような、でもこう傷はズギズギ痛んだりするんですよね、そういうね、なんか傷を持っている方ですね。なんとなくそれが浮かびます。あなたには分かりますか？なんかね、自分が愛されるとは信じていなかったって言ってます。愛されるなんて、自分が愛される、本当に愛されるなんて信じてなかったみたいな、そういう何があったんでしょうね、いろいろあると思うんですけれども、はい、で、あの中間地点に移ります。そうなってくるとね、ここでジョイ&スタビリティが出てるんですよね。こちらね、魂のカードなんです。スピリットですね、あのね、これの時点に来た時には魂に活力が戻ってます。なんかね、これと共通するんですけど、リビルド、こちらはまああの再構築するような感じですけど、こちらね、なんかリニューアルされたっていうか、そういうことができているって伝えてますね、できていると、なんかね、幸福とか喜びのようなもの、傷があのちゃんとやっぱ治療の勇気を持っただけあるのかな、幸福と喜びみたいなものを人知れず感じておられましたね、この時点、なんかね、これまではとてものどこか冷めていた、まあ、あえて自分でそうしていたっていうか、でもあの自分自身への眼差しもなんか温かくなったと、温かい感じますよねこれね、温かくなったっていうのが聞こえてきますね。なので同時に他の人に対しても心が開けるようになってきたと、なんかそういう感じ。だから要はこの頃には信じられなかった、あの自分が愛されるとは信じていなかったみたいな感じが、愛されるんだっていうことも分かってきたっていうか、それと同時に自分も本当に人のことを愛せるようになってなったんじゃないかなと感じているような感じですね。なんかね、共有のエネルギーなんです。心を閉ざしていた時はこう共有しようとか思いませんよね、でもそれができるようになってきているエネルギーなんですよね。でここへ来ると最近ヒールが出てるんですよね。これすごいですよ。これもね、ダイアルカナなんです。あのタロットの星です。すごくいいカードです。癒しのエネルギーですね、でね、なんかそろそろタイミングが来ているって言ってますよ。でね、ご自分これまでもなんかあなたに対してかな、なんか偏見が多かったってことに気づいたみたいですね、そのことに気がついて、自分の偏見だった、やっぱりなんかね、育ってきた段階かしら、なんかインナーチャイルドとか何かが起こった時のトラウマのようなもの、それで持ってしまった偏見みたいなものを通してあなたのことを見てたんじゃないかな。でそれに気がついて偏見だったんだっていうのが分かったら、癒されてるというか穏やかになってますね。であなたと成長を共有したいって言ってます。共有です、一緒にやっぱ成長したいんですかね、でね、自分が癒されたことによってあなたも癒すことができるようになったと思うと、あなたのことも癒すことができるようになったと思うと、関係を癒したいと、そのように伝えています。でこちらこの13正位置なんですけど、これね、もう今日は私どう見えるかというと、この方も一回ここ崩壊してるんですね、バーンと昔の自分というもの、その時にこの方本当に一回もう本当に死んでます。息を引き取って死んで新しい自分に再生している、それを伝えてます。過去の自分からの変容のカードです。でね、このカードに伴って言葉いくつもネガティブなものいっぱい出てくるんですよ。恐怖でしょ、憎悪、脅迫、抑圧、あと腐敗とかね、あらゆる否定的なエネルギーともう随分とこう向かい合ってきたんだと、ここの段階長かったと思いますよ、辛かったと思います。でここでかなりこの否定的なエネルギーと向き合って努力をした、だからもうこんなに痩せ細る、もうガリガリになるほどの思いをしたってことを伝えています。そして今癒しを見てるんですよ、癒されてますね、はい。ちょっとロマンスエンジェルも聞いてみますね。はい、
ケミストリー出ましたよ。これ私の好きなカードですよ。これね、もう引き付け合っているってカードです。あのね、なんか磁力が働いている、とてもマグネティックな感じで、引き付け合っていますね。あなたとの関係に磁力が働いていることを伝えています。はい、なんか引き寄せられている感じしますか。はい、カードはそのように伝えてくれています。はい、では今日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいまして本当にどうもありがとうございました。あなたの愉快な時をいつもいつも応援しております。